アクセサリーに関しては自分のブランドだったが、他のものは他社とコラボすることも多かった。コラボを提案されることも、こちらから提案することも増えていった。ただし、提案するときに大切にしていたことがある。一見商品の説明や自分の影響力を誇示すること、GACT というブランド力でマーケットがどのくらい動くのかということを的確に伝えることなど、そう思いがちだがそんなことではない。自分の魅力を感じてもらうこと。もちろん、大前提にマネタイズはする。ただし、細かな数字や利益率の予測などは自分のチームの誰かに任せる。外注でもできることだ。僕自身はもっと発想の面や出会いの場で自身がどうあるべきかということを優先した。こいつ面白いなと思ってもらえることが大切。ガクトって面白いよねと相手が言ってくれること。